アイドルグループ、メリーパレードのメンバー、塩崎クレアが6日、自身の XQ ツイッターアカウントで、マイナンバーカードの顔写真部分を公開し、ファンからの反響を呼んでいます。塩崎はマイナンバーカード、漏れてる写真が良くて、ダメ元でアーシャで申請したら通った、www と、アーティスト写真を使用して、マイナンバーカードを申請した結果、承認されたことを報告しました。投稿された写真には、リボンのツインテールに、バッチリメイクが施された彼女のアーティスト写真がそのまま使用されています。この投稿は6日13時時点で6万を超えるいいねと3000以上のリポストを獲得し、多くのユーザーの関心を引きました。さらに塩崎は元のアーティスト写真も公開し、元画像です。めちゃめちゃ加工してるんですけど、受け取りの時すっぴんでも顔認証通ったのでやれます。と説明。彼女のツイートがきっかけで新たなファンが増え、顔好きとコメントを寄せるユーザーも多いとのことです。このユニークなエピソードに対してファンやフォロワーからは、申請通ったのすごい可愛すぎる、こういう完成好きといった多くのコメントが寄せられています。塩崎の挑戦に賛同する声や彼女の写真を称賛するコメントが相次ぎ、彼女の SNS は一層賑わっています。今回の出来事は、公式の写真であっても個性を表現できることを示し、多くの人々にインスピレーションを与える結果となりました。塩崎クレアの新たな挑戦に注目が集まり、今後の活動にも期待が高まっています。